和歌山県新宮市。紀伊半島熊野に伝わる音尾祭りは上倉山で行われる。白装束を身にまとい松明を持った男たちは炎に照らされながら山のふもとを目指す。毎年2月に行われる音尾祭り、この日だけは女性は山に立ち入ることは許されておらず、山のふもとで男たちの帰りを待っている。登り子と呼ばれる参加者たちは五角錐の松明に灯る火に各々の願いを込めていく。登り子に火が次々と移っていくにつれ、山は少しずつ炎に包まれていく。男たちは御神体の付近で門が開くのを今か今かと待ち望んでいる。炎を手にした男たちは538段もの石段を駆け下りていく。2000人ほどの登り子が山を降りるその様は、新宮節に歌われる通り、山は火の滝下り流のようである。